おはようございます。いよいよ町田オープン近づいてきましたね。今日から行かれるということで、お二人にコメントいただきたいと思います。はい、山下さんから意気込みを。わかりました。町田行くんですけども、まあ本当にいろたくさんの人に、玉木の作品をたくさん見てもらえる場として、町田がこれから、いろんなお客様と一緒にスペースを作っていけたらなと考えてます。お願いします。頑張っていきます。はい、ゆうさんよろしくお願いします。はい、東京町田店、オープンに先駆けてちょっとあの準備の方で、行ってきます。で、今回町田に関してはその、まあ、関東で 初めての出店ということもあるんですけど、あのタヌキに入れとしてもあの初めてあの生地を販売するとか、まあ、そういった新しい取り組みの場としてあの皆様にちょっと、場を、楽しんでいただけたらと思っておりますので、7月9日ぜひあのオープン、あのいらしていただけたら、いいなと思っております。楽しみにしててください。はい、行きます。おはようございます。おはようございます。いよいよですね。いよいよし、いよいよ行ってきます。いよいよ先にスタッフ行ってますけど、はい、今日お二人で気をつけてくださいね。ありがとうございます。どうですか、着々と準備も整って。着々ですよ。もう今でもすでに進化を続けてます。素晴らしいですね。はい、最初と比べたらね、どれぐらい変わったか。もう最初思い出せないぐらい変わってます。変わってます、ね、めちゃめちゃ変わってますね。中がね、はい、外から中が見えない建物なんで、うん、行けば行って初めてこう凄さというかね、うんうん、おおってなる空間が1階と地下1階と地下2階に広がってるんで。どう楽しんでもらいたいですか。そうですね、もうまずは外観から、うん、ね、楽しんでもらって、うん、で中に入って、なんですかね、まあ、テーマパークみたいな。中に入ってこう階段を降りるごとに驚きがある、うん、アトラクションですね。そうですね、歩きながら作品以外の空間を楽しんでもらうっていうこともやってほしいです。はい、ありがとうございます。もう来る人来る人に感動してもらえるように頑張ります。もう来られる方みんなに楽しんでもらえるように頑張ります。はい、楽しみに来てください。